経産省の産業革新投資機構に対する姿勢が当初のリスクマネー研究会報告の内容から大きく変貌を逸脱しまして、いわば民のベストプラクティスを活用する官民ファンドというものではなく、 100% 近い株式を保有する株主として国の意向を反映する官ファンドというものへと重大な変化を遂げつつあることを認識するに至り、当初私たちに託せられたと信じた目標や、私どもの我が国の将来のためにと思って志した目的を実務的に達成することは困難であるとの共通認識に達したこと、そして第二に、ここ数ヶ月間次第に増幅されてきていました経産省に対する不信感が、一度正式に提示した報酬の一方的な破棄という重大な信頼毀損行為により決定的なものになり、もはや経産省との信頼関係を回復することは困難という判断に至ったことから、私を含む全ての民間から就任した取締役は株式会社産業革新投資機構からの辞任をここに表明するものでございます。以上でございます。私たちはですね、誰一人としてお金のためにここに来たわけじゃないんですよね。皆さん分かると思うんですけど、お金が欲しかったらここ来ないですよね。逆にまさにその志を持って、自分たちはですね、報酬がいかに下がったとしても、それでもやっぱり国のですね、将来のためにこの我々が身につけたですね、金融であるとか投資であるとか、そういうことに関するですね、我々の知見経験、そういうものをですね、国のために差し出してですね、なんとかこの国がですね、今この国はいろんなところでですね、自利品になってますよね。研究もそうですし、大学もそうだし、それからもう人口問題もありますし、さまざまなところでいろんな自利品になってるんじゃないかという問題意識を持ってまして、少しでもですね、この国の将来のためにプラスにならないか、我々の持っている知見がプラスにならないか、それだけで来たんですよね。まあ個人的なことを申しますと、私孫ができましたからですね、この孫の世代どうなんだろうと本当に思ったんですよね。で、一旦まあ引退のような形をしてましてですね、むしろのんびりしようと思ったんですけれども、この孫たちの世界のためにですね、まあ少しでも貢献できるチャンスがあればと思って私自身は来ております。他の方々もみんなそうで、この恒久批判ということをされることに関しては我々は誠に不本意だというふうに思っております。私自身は仮に当初提示されたお金が、報酬額が1円だったとしても私は来てたと思っています。